C-3POO、C-3POO、C3PO、C3PO、C3PO、PO, c PO は、アメリカの SF 映画、スターウォーズシリーズの登場人物、ロボット、ドロイド。通称 3PO。プロトコル、儀礼、通訳用ドロイドで、様々な人種が存在している、スターウォーズ世界で、それら種族の中立ちとして、相互作用できるように設計されている。 600万を超す宇宙言語や暗号、各種族の儀礼に精通しており、高いスペックを誇るが、初対面の人に、いつも、そのことを不意調するなど、やかましい性格でもある。イギリス英語のアクセントで話す。人間の行動や心理への理解があると豪語しているが、常時喋りまくる性格が鬱陶しがられており、非常に重要なことを伝えようとしても相手に、されていない面も多く。 挙句の果てには電源を切られてしまったりと、そのから回り具合が笑いを誘う。金色をベースに、右足の膝から下の右に色の、ヒューマノイド型のボディと、いつも前に突き出した格好の二本の腕を持つが、あまり運動能力は高くなく、常にぎこちなく歩いている。しかし言語面での能力は素晴らしく、あらゆる言語に精通し、未開民族とすらコミュニケーションを行うことができ、 加えて内蔵シンセサイザーは耳にした音を正確再現することもできる。コンピューター機器のオペレートやプログラミングも得意としている。クルーザーやランドスピーダーのような宇宙船、乗り物の運転も可能だが、独特な設定をされているミレニアムファルコンはうまく操縦できない。また、戦術の通り歩き方はぎこちないものの、歩行スピード自体はそれなりにあり、緊急時には、 人間の駆け足程度の速さで移動することも可能。黒沢明監督を敬愛しているルーカスは自ら、スターウォーズ、1977年のアイデアを、隠しトリの三悪人をもとに考えたと話している。スターウォーズの冒頭シーンやラストシーンも、この作品のそれを模したと見られる。c 3 p o と R2 の元ネタとなったのは、この作品の登場人物、太平。 千秋実と、またし藤原鎌足である。名前の由来は、特になく、先に、名前の決まっていた、R2D2 の相棒にふさわしい名前として、アルファベットと数字を延々と組み合わせた結果行き着いた、ものである。エピソード1の中で、C-3POO は、後のダースベーダーである、アナキン・スカイウォーカーの手によって、廃品を結集し、作られたことがわかる。 アナキンは、当初、惑星、タトゥインにて、和党の下で奴隷として働く母親を手伝わせたいと、考えていたようである。3 p o の3には、アナキンとシミの3番目の家族という意味が込められている。しかし、アナキンのズバ抜けたフォース能力に着目した、クワイガン人は、ジェダイとして育てるべくアナキンを引き取ったため、c 3 p o は、 半完成状態で外装をつけられないまま、タトゥーイーンに残された。しかしその後、アナキンの母シミスカイウォーカーによって、同伴の外装をつけられ、映画、エピソード2のカットシーンには、アナキンと共に再びタトゥーイーンを訪れた、パドメアミダラによって外装が取り付けられるシーンが、存在する、再びタトゥーイーンを訪れたアナキンに引き取られた。 アナキンとパドメが結婚した後はパドメに仕えていて、小説版エピソード3では、アナキンからパドメに贈り物として渡されたことになっている。本人曰く外交儀礼に恥じぬよう、外装を金色のものに取り替えられたが、パドメの死後はその双子の子供、ルークとレイアの存在をシスから隠すため、レイアの養父、ベール・プレスター・オーガーの議員の指示で記憶をリセット。 消去されてしまい、R2D2 と共に、オーガナの部下である、レーマスアンティリーズや、成長して、元老院議員となったレイアに仕えていた。なお、エピソード4までの時点で詳細は不明ながら、戦術の金一色の姿から、右足の膝から下のみ銀色の姿へと変わっている。さらに、エピソード7では、左腕が赤色になっている。ラストシーンでは金色に戻されている。同景気で、 色違いの TC-14 や K-3、PO、型が異なった RA-7 などが様々な場所に存在している。このことから 3PO タイプのドロイドは比較的メジャーな形態であることが伺える。悪運がかなり強いらしく、修理不可能なほど完全に破壊されるような悲運にはあっていないが、たびたび戦火の中に放り込まれ、ひどい仕打ちを受けている。 エピソード2では、バトルドロイド製造ラインに巻き込まれて、胴体と頭が分離され、それぞれにバトルドロイドの頭部と胴体を取り付けられて、ジオノーシスの戦いに巻き込まれる。この時、胴体は、バトルドロイドのプログラムのコントロール下に置かれる。一方、頭は会話こそできるもののバトルドロイドの胴体のコントロールが全くできずに、ジェダイ相手の戦闘を不本意なら、行い。 戦闘中には、胴体のプログラムが頭に干渉して、死ね、ジェダイめ、と言ってから、私、何か言ったとつぶやく一幕もあったが、最後には R2D2 によって、頭と胴体を再接続されて修復される。なお、自分とは全く異なるバトルドロイドと接続された、影響か、C-3PO 自身は修復された直後に、R2D2 に向かって、 なんだかとっても変な夢を見ていたと語り、戦闘中のことははっきり覚えていない様子を見せた。エピソード5では、惑星ウェスピンのクラウドシティにて、ストームトルーパーの銃撃を受けてバラバラにされ、中爆下が修理するも、頭部を前後逆に取り付けられる。実はこの時、ダースベイダーは破壊された C-3PO を見分し、一度は処分を命じるものの、過去に、 アナキンであった頃の自身が作成したことを懐かしみ、レイアたちに返した。そのような彼であるが、エピソード6では、その金ピカの失礼が功を奏したのか、エンドアの拳銃ミニーウォークに神と間違えられ、それが、イウォークの反乱軍への協力へと繋がる、エンドアの、e、イ・ R2D2 とは、彼が初めて起動された際に、裸であると馬鹿にされ、 そこから長い付き合いが始まる。エピソード1から3までは、仲の良い友達同士のような態度で接するが、エピソード3のラストで記憶が消去されたことがきっかけで、やや性格が変わり、R2 とは、ことあるごとに口喧嘩をしていて、電子音しか発することのできない、R2 の言葉を唯一、主人たちへ通訳できる存在でもあるという自負からか、R2 にだけは強気に出て、嫌味を言い、 何かあれば、すぐ R2 のせいにするところが見られるようになった。喧嘩を R2 に売るたびに、R2 が言いまかすので後先考えず口走ってしまう。癖がある。デザインは映画、メトロポリスに登場したヒューマノイドマリアを元にしている。なお、蒸気のように首と胴体をバラバラにしてもある。程度意識を持っていたので、首と胴体とは別の回路からなっているとも考えられる。 その時は戦術のように時代への暴言を吐くようになるなど、性格の一部にバトルゾロイドの意識が介在してしまっていた。エピソード4から6の設定では、作動開始から112年が経っているとされていた。しかし、エピソード1公開時に、ルーカスフィルムにより C-3PO を構築している重要なフレーム、人間で、いところの骨格については、 アナキン・スカイウォーカーが彼の主人である和藤のジャンクショップから必要な部品をあさり長い時間をかけて組み上げたという設定が新たにされた。つまり C-3PO を形作っている重要な部品はエピソード1より80年以上前にサイボットギャラクティカ社により組み立てられその後廃棄されたものを再度組み立てたすなわち 製造された状態のまま112年以上が経過したドロイドではなく112年以上前の部品が使用されているドロイドというのがエピソード6の設定になる。C-3PO の声は演技とともにアンソニー・ダニエルズが担当しているが最初はプロの声優やトラックのセールスマンなど様々な候補があった。しかし本来華やかな舞台で接待用として活躍する。 役柄からイギリス人の出自風の話し方がいいと判断され、ダニエルズが宣伝された容認発音を話すことや、プロの声優がダニエルズの声を聞き、差し替えは不必要なのではないかと言ったため、そのままダニエルズが担当することになった。エピソード4から6及びエピソード2とエピソード3では、ダニエルズ自身がロボットスーツを着て演じているが、エピソード1では、 内部機構が露出したデザインのために中に入りずることは不可能であった。CG 化する案もあったが、日本の人形浄瑠璃にヒントを得て、後ろから人間が操作するパペットにより演じられた。創演は、イルムの模型部門、マイク・リンチが担当。声は従来通りアンソニー・ダニエルズが当てることとなり、後からデジタル加工で操作員を消去する方法が取られた。 エピソード3ではデジタル加工でカメラやスタッフの映り込みを除去している。ゲーム作品ではトム・ケインが声を担当することが多い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。